はい、皆さんこんにちは。土曜日の11時になりました。ヒートのお昼前の時間です。今日もね、11時26分までよろしくお付き合いのほどお願いします。パーソナリティのギノマン市市会議員をしてます小谷仁です。よろしくお願いします。そして今日は、FM ギノマンの山内さんにねお手伝いをお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう、この間ね、一緒お願いしたのがちょうど12月の31日の大晦日に、ね、一緒にねやってね、あっという間でしたね。もう1月も終わっちゃいました ね、 本当ですね。でね、もう2月入って、昨日が、2月の3日節分で、今日はもう2月4日はなんか暦の上では立春だそうですよ。ね、日に日にまたね、春を目指していくのかなということで、まあ、2月入りまして、2月といえばね、沖縄はプロ野球の、キャンプがまさにね、2月1日からもスタートして、プロ野球ね、12球団のうちね、何球団だっけ、9球団かな、まあ、沖縄でね、離島も含めてキャンプを張るみたいなんですけど、今ね、キャンプ中なんだけどね、なんとね、この、まあ、新聞の方を見ると、沖縄県 の、 あの出身のね、選手、まあ、これはあの本人もそうだけど、両親が沖縄の方も含めると12球団には、ね、なんと25人の、ね、沖縄県の出身の選手が今プロ野球で活躍をしているそうです。本当楽しみですね。そして我が宜野湾市の方でも皆さんよくご存知の横浜 DeNA ベイスターズが、ね、2月1日からキャンプをスタートしてまして、私も、ね、木曜日にもうちょっと2時半から3時ぐらいだったかな、ちょっと時間遅い時間だけどキャンプの少し見に行きました。ギャラリーの方も、ね、たくさんいてね、で選手の方も盛り上がって頑張っていまして、ちょうど、ね、前回の放送で1月21日の土曜日に、この花いっぱい運動で、この、ね、野球場周辺を1万5000鉢の花を植えることが、子どもたち少年野球を、ね、子どもたち中心にやりますよって話をしましたけど、ちょうどねこのキャンプ の、 その野球場周辺もね、その子どもたちが一生懸命植えた1万5000鉢のね、花が咲いてね、選手をねお迎えしてましたね。本当にいい感じでスタートしてました。横浜 DeNA ベイスターズの方ね、県出身の選手もね、峰井選手とあと福地選手で平選手ということで3名ね、沖縄県出身の方がいますので、ぜひぜひ皆さん宜野湾市立野球場の方にもね、遊びに行って、選手の方をね本当にプロのね、プレーを、見ていただいたらどうかなと思います。で、キャンプの方はもちろん練習日もあれば、休みの日もありますので、お出かけの前にね一度その、休みかどうかをチェックされてから行かれてはいかがかなと思うんですけど、ちなみに横浜 DeNA ベイスターズの方は明日日曜日5日はね、お休みの日になってますので、今日でね、キャンプの方見に行った方がいいのかなと思います。ちなみに、5日10日16日21日はベイスターズの方はキャンプ、これ1軍の方お休みですね。そして、25日からもうオープン戦もあってね、横浜 DeNA ベイスターズは、ジャイアンツと25日の土曜日に13時からセルラースタジアムでもオープン戦もあるみたいですから、ね、このオープン戦の方も皆さん行かれてみてはいかがでしょうか。はい、そしてね、もうキャンプの話題は尽きないんですけど、あと、宜野湾市の方の、ね、話題の方も少し、紹介させてください。今日2月4日土曜日と、2月5日の日曜日はね、宜野湾生涯学習フェスティバルが今も開催してます。10時に、テープカットがあって、今日と明日2日間、これは宜野湾市民会館と、中央公民館の方でね、この生涯学習フェスティバルが開催されてますよ。ちょっとだけね内容を紹介すると、舞台発表、これはアンダー18フェスティバルで、各児童センターや軽音楽部の方が今日1時から、市民会館の大ホールであります。そして明日は、普天間高校の吹奏楽部さんが、明日は2時からあります。あとまた中央公民館の方でもね、サークルの皆さんの舞台発表が今日は、1時から、それが、明日も1時からということで、市民会館の大ホールと、そして、2階の、ね、中央公民館でもあります。各種体験コーナーというのもあって、これは土日、午前午後もね、沖縄そば作り、生涯学習の中で沖縄そばを食べる
方もあるんだけど、作る方もあるということです。あと面白いミニ六角畳作りとか、まあ、いろんなあの体験コーナーもあるし、あと餅つき、ね、子どもたちに、大変人気のある餅つきがね、今日と明日の午後に、餅つきが、あります。そういった感じでね、いろんな体験もありますけど、事前受付が必要だそうですので、今日と明日こういった体験をしてみたいなという方は事前にね受付を済まされてやってみてはいかがでしょうか。また軽食の方もね、沖縄そばカレーライスの方が売ってるそうですからね、まあ、お昼もそこで食べてみるということで、いろんな各自治会の皆さんのね、日頃の活動とかサークルの活動作品の方も展示をされているみたいですので、子どもから、そしてお年寄りの皆さんまで、楽しめる生涯学習フェスティバルが今日と明日、宜野湾市民会館そして2階の中央公民館の方でもありますので、どうぞ皆さん、行かれてみてはいかがでしょうか。私の方もこの後ね、また家帰って少し用事を済ませてから、また市民会館の方にねちょっと行ってみたいなって思ってます。はい、そういうことでね、キャンププロ野球のキャンプの情報とね、あとはその生涯学習フェスティバルの方をねちょっと紹介させていただきました。じゃあここでまた少し曲をお願いしたいんですけど、実はね沖縄県で活躍している県出身の上原美和さん、ね、の曲ハッピーハッピーという曲をねこれからおかけするんですが、実は先ほどね美和さんの方もねFM 宜野湾さんの方にね、来ていただいて、CD 僕がねちょっと勘違いしちゃってね、まだ届いてないよって言ったら慌てて持ってきてくれたりしたんですけどね、本当にね県内で頑張っているミュージシャンのお一人です。その皆さんのね、まず曲をねじゃあお願いしたいと思います。ハッピーハッピーハッピーです。
はい、それではね、引き続きヒートの昼前、いきます。今ね、上原美和さんのね、ハッピーハッピーハッピーっていう曲をね、聴いてもらいました。今度ね、上原美和さんね、ライブがあります。2月11日の土曜日、オープンが19時、スタートが20時で、那覇市にありますバンターハウスさん、2500円ワンドリンク付きということでね、また来週の土曜日にはライブがありますので、どうぞ皆さんお出かけしてみてはいかがでしょうか。本当にね、土曜日のね、素敵な歌声をね、聞かせていただきました。ありがとうございます。そしてね、ヒートの日はまた後半続いてまいりますけど、ちょうど先週1月の23日から25日までね、我々の会派絆クラブというんですけど、その、今回はね、政務調査、半分半分に分かれて、東京方面に行くグループと、あと関西方面に行くグループということで分けてね、行ってきまして、でそれぞれまた行ってきた内容をお互いまた意見交換をしようという話で、11名いるもんですからね、それで分けてきまして、で私の方は東京都の、ね、港区の方に行ってきました。これは目的というのは、電線をね、今電線類というんですけど、地中化していこうということで、これは景観的にもね、いいし、そしてまた安全快適、景観というのはもう見たそのままなんですけど、安全快適というのはこの歩道の幅員の幅があって、そこに電信柱がドーンと立っていると、例えばその車椅子で通ったりするときとか、この電線が、ね、ちょっと邪魔になっていると通りにくいとか、そういうようなものとか、あとは防災、これも大きいんですけど、大きな地震とか、あるいは大きな台風も多いですからね、それで電信柱が倒れて、それで家屋が倒壊したとか、あるいはその、救急車、あるいは緊急自動車が、道路を通ろうとしても、その電信柱が倒れてね、緊急自動車 の、 その救助活動の妨げになったという事例がもうありまして、ヨーロッパなんかではね、早くからその電線地中化というのが進んでて、今も 100% 近い状態なんですけど、で日本の方はちょっとこれ遅れてて、で遅れている中で、その、割と今順調にというか先進的なのが東京23区内でして、で港区の方の方もそれでも、ね、23% ぐらいらしいんですけどね、沖縄が大体 5、6% ぐらいということで、今宜野湾市の方は国道58号線の、ね、大山あたりを今ちょうど電線類地中化してるんですけど、で大きな目的はね、今 FM 宜野湾さんのスタジオからよく見えるこの、西普天間地区、ね、これ開発されますけど、そこをね、せっかくこれから開発していくんだから、景観もいいし防災上の件も考えると、最初からねもう区画整理をして、道路を通す時なので、もう最初から電線を地中化しておけば、その分工事も負担がね、こういう区画整理事業の中でもその国の補助がつくんですよ。もちろんそのベースでもつくんだけど、これの方が補助率が高いんで、だったら一緒にやった方がいいんじゃないかということで、12月議会でもそのことを提案させてもらったりしたんですけど、じゃ具体的に、それをやったらどうなるのかなということをね、ちょっと港区の方が先進地というか、しっかりとしたその事業計画書があるんでね、そこで勉強をしに行ってきました。実際その、区役所の中でのこの勉強会の後に、ちょっと当日は風があって少し寒かったんですけど、役所からまた電車にちょっと乗ってね、六本木の方の界隈もこの電線地中化を今した後とする前のところを見せてもらったり、あとはその都市計画道路っていうのがあるんですけどね、そこの電線地中化の今ちょうど最中なところも見せてもらってね、本当にその電線地中化するとその景観上もいいし、あとその歩道もね有効に活用できるんで、これ ぜひね、宜野湾市のね、この西普天間地区でもそういった事業をね提案できるようにまたしたいなというのと、あと普天間の実はその三角食堂から三栄までの、これも都市計画道路って言いまして、昭和43年にこれ都市計画道路が決定してて、もう長い間そこの周辺の方はお家を建て替えできなかったんですよ。これは法律で規制されてますから。でこれが今ちょうどその事業がやっと動き始めて、でそこもね、今の道路の幅員っていうのが8メーターの道路幅を16メーターに拡張するんで、はい、なので結局歩道もね全部広がっちゃうから、電信柱もかかるんで、そこをまずね電線地中化して、
でそこをなんていうんだろう、住宅もいいんだけどお店っていうか商店街みたいにやると、あのこの普天間の活性化にもなるんじゃないかななんてね思いながら、そのいろんな夢を膨らましてね、じゃあそのためにはどうした方がいいのかなっていうことでいろいろ勉強をねさせていただきましたけど、これ話すとねもうこの番組終わっちゃいますので、一応ブログの方にもアップさせてもらったので、またブログの方も見ていただければなと思ってます。あ、ごめんなさい、ここでね、山下さんね、コメントをいただいてますね、ルドルフさんの方からね、コメントいただいてます。もういつもありがとうございます。ハイサイゴヤさん、山下さんおはようです。立春ですね。そうですね、今日立春ですね。そしてね、この前食べられていた沖縄そばのセットランチ美味しそうだったですね。ありがとうございます。フェイスブックでアップさせてもらったんですけど、上原にありますキッチン花笠さんの、宣伝してますね。こちらのね、番組持ってますね、大塩さんの、お店の方でとても美味しかったですよ。油脂豆腐のそば、そして焼き飯っていうかのねセットになってて、でちょうどねワンコインを延長してくれて、今週末までワンコインで食べれるということで、ぜひね皆さんお昼行ってみたらどうでしょうか。ズロフさんね、毎回ねコメントいただいて本当にありがとうございます。はい、そして、もう一箇所はね、その政務調査の方は千葉県の市川市というところに行ってきまして、そこは空き家対策事業についてということで勉強させてもらいました。空き家にもね2通りあってね、本当に住めるけど空き家のものと、もう本当にこの空き家はもう倒壊しそうなものとか、そういう危険なもの、これ特定空き家って言うんですけど、それについてのね、もうその法律ができる前に市川市では市で条例を制定してありまして、それについて少し勉強させていただいてきました。2つのね先進地の施設も我々みんなねそれをうまく我が宜野湾市でもね、取り組んでいけるようにね、また頑張っていきたいと思ってますので、皆さんまたねよろしくお願いします。そういうことで、先週は千葉の方とあと港区の方に行ってきました。でまた昨日はですね、実は今1月の31日から2月の5日明日までなんですけど、パレットくもじの那覇市民劇場におきまして、開催中のこの志田智信さんね、有名な画家の先生なんですけど、その方の、聖なる光という個展を今開催中で、昨日これ無料でパレットくもじの市民劇、ギャラリーでやってます。その後レセプションの方も参加させていただいて、で急になんか乾杯の挨拶をしてくださって、ね、びっくりしたんですけど、この主催者の方がね、普天間のまた先輩になる藤田さんという、ちょうど普天間郡の隣の方で、F というお店をやってる方なんですけど、その方のね紹介でとっても素晴らしいね絵を見せてもらいました。でレセプションもね、いろんな県内の著名人の方がいらっしゃって、藤木隼人さんとか、あとシャカリの千秋さんもいらっしゃってね、で千秋さんをね3曲ねその場で歌ってもらって、いや本当得したなと思いましたね。でね、山下さんびっくりしたのはコマーシャルでほら千秋さんが歌ってこう泡盛正弘をね頭に乗っけて踊るじゃない、それもね千秋さんがその場でね見せてくれて、びっくりした。本当ね、昨日はそういったのもありまして、で明日までね、市民ギャラリーでやってますので、志田先生のこの絵もね、ぜひ見に行かれてみてはいかがでしょうかということでした。そして、だんだんね時間の方もなくなってきたので、来週のお知らせを少しだけさせてください。来週2月6日は、何の日かというと、これはね宜野湾市の方は、タームの日ということで、これはね宜野湾市の特産品でもあります大山のタームね、それをねもっともっと広めようということで、実は平成27年の、ね、6月議会で、このタームの日に関する条例というのを制定しまして、2月6日をタームの日とすることで正式にこれは市が決めました。でなんで2月6日というと、2は方言でターチですよね、で6はムーチですから、その語呂合わせでタームということで、しっかりねこれ条例でも謳われているんですよ。で、その中でいろんなイベントもありますので、この今日のその障害学習フェスティバルでもそのタームのお菓子とかの配布もあったり、で6日月曜日もねそういったタームの方のいろんな配布とかイベントもありますので、
本当に宜野湾市のねこの大山のタームはね本当沖縄で一番このタームでもねいろんなところあるけどね本当美味しいなって思っています。それをねあの学校の給食なんかでもねこの日はね、タームのを使った料理が出ますので、生徒の皆さんもね、楽しみにされてくださいと思います。で今あの後ろから流れている曲はねこの間あのリラキシスことリラックスキッチンさんねお二人、お迎えしましたけど、本当にねこの大山のねタームを見ながら作ったっていうね、緑の海をね今 BGM でねかけてもらってますが本当にこの聴いてるとね大山のタームがこう目に浮かぶような本当に素敵な曲を今聴いてもらってますので、じゃあ今日はねこの曲をね聴きながらねエンディングとしたいと思います。ヒートのお昼前皆さん聴いていただきましてありがとうございました。次回の放送は2月の18日の土曜日になります。あそうそう、それとね明日2月5日日曜日は、お隣の浦添市におきましては浦添市の市長選挙と浦添市の市会議員の同時選挙の告示日となっています。そして2月の12日がその浦添市の市長選挙と市会議員選挙の投開票日となっています。この間あの、たまたま浦添市役所の方に用事があって行ったんですよ。そしてねラジオをつけるとねなんと FM 宜野湾の放送が綺麗に入ってました。やっぱり市役所ってほら結構高いからね、あそのせいかなと思ってやっぱりどんどんねバイパス通りに降りていくと少し電波が弱くなったんだけどもうびっくりした。あの役所周辺をね、はい、あの綺麗に入ってましたよ。だからね、もしかしたら浦添の方でもね、聞いてくれる方もいらっしゃいますから、どうぞ皆さん、2月の5日そして12日が浦添市長選挙の投開票日、市会議員の投開票日となってますので、どうぞ皆さんあのお忘れなくまたあの投票所に足を運んでいただきたいと思います。それではヒートの昼前、このリラキさんの緑の海を聞きながら今日はあのバイバイしたいと思います。また次回2月18日の放送まで皆さんバイバイ。そして今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。